私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は世田谷区コロナ後遺症報告書についてお話をします。3710件のアンケート結果です。本ビデオの用紙ですが、コロナ後遺症は酸化ストレス病であるということ、世田谷区のコロナ後遺症報告書についてお話をします。そして抗酸化治療が有望であるというお話もします。このスライドはコロナウイルスに感染すると ROS と書いてある酸化ストレスが増えて免疫の暴走であるサイトカインストームを起こすというものです。そして新型コロナの主な後遺症は酸化ストレス病だと私は思っています。慢性疲労症候群の症状に似ていて、いろいろな症状があるんですが、疲労、呼吸困難、関節痛、嗅覚障害など多数の症状が出てきます。さて、世田谷区新型コロナウイルス感染症陽性者における後遺症に関する調査という報告書がこちらの URL でご覧になれます。調査の目的は、新型コロナウイルス感染の陽性者に対する今後の区の施策をより効果的なものとするためと書いてあります。そして調査期間は令和3年7月16日から令和3年8月6日ということで、最終的にですね、アンケートの有効回答数というのは3710件であった。ただしまあこれアンケートですので、エビデンスレベルは高くはありません。まず基礎疾患ですが、ない方が 66.9%、そして、こちらに書いてあるような糖尿病であったり、呼吸器疾患であったり、高血圧という方が多いようです。新型コロナウイルス感染症の療養についてですが、いつ感染したのかということなんですが、一番多い方はですね、いわゆる第3波といわれる令和2年11月から令和3年3月の方です。後遺症の有無に関してはですね、症状があった方というのは 48.1% で、女性の方がやや多い傾向があったそうです。こちらが年齢別ですが、100歳以上の方が非常に多いんですが、他の年齢だと、50%から50%弱ぐらいという数値です。そして症状ですが、匂いが感じにくい、体がだるい、味覚障害、咳、息苦しさ、頭痛、集中力の低下、関節の痛みの順番で多い症状になっています。さて、陽性診断日からの日数でどの程度継続しているかということなんですが、これは長い方はですね、270日を超えていて、1年を超えても症状があるという方がおられるということです。私が開発した抗酸化配合剤の無償供与のアンケートの集計途中でございますが、症状がある程度強い方に絞ってみますと、倦怠感、呼吸苦、胸の痛み、味覚嗅覚障害、頭痛、ブレインフォグ、関節痛、めまい、いずれの項目でも、服用前と服用後で有意差があります。現在、新型コロナ感染症の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ抗酸化配合剤の無償供与を行っています。そして2022年3月末まで期間延長してありますので、該当される方はこちらからお申し込みください。新型コロナウイルス感染後後遺症対策ですが、酸化ストレスを下げるのが有効と考えます。タバコ、お酒をやめる、肥満のある方は糖質制限をする、十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。またエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効だと考えます。こちらが抗酸化研究室についての情報です。